どうも、グルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ボールをまっすぐ打ちたければ、まっすぐ打つつもりでスイングをするな。こういうテーマでお届けしていきたいと思います。え、どういうことと思った方は、ぜひ最後まで見ていただいて、えー、あ、そういうことね、と思っていただけると嬉しいです。皆さんがまっすぐボールを打ちたい、その思い、それをどういう意識で、それを実現していくのか、その方法論に迫っていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。 私、三谷は4000名の方が会うスクールで普段レッスンさせていただいています。皆さん、本当に感謝してます。皆さんのこと大好きです。そして動画見てくれてる皆さん、どうやったらまっすぐ飛ぶのでしょうか。では、早速いきたいと思います。うん、今回の話は非常に重要です。どう重要かというと、これ、多くの方が悩んでる。なぜがうまくいかない。どうやったらうまくいくんだろう。そういう悩みが発生してしまう。そういう原因の非常に大きいところを占めています。 それは何かというと、ボールをまっすぐ打ちたい。そしてまっすぐ打とうとしている。けど、まっすぐ飛ばない。これ、当たり前のようなことに聞こえるかもしれませんが、実はちょっとした、まあ、間違いというかミスが発生するポイントがあります。それは、クラブヘッドがまっすぐ動いているわけではありませんので、まっすぐ打つ感覚というのが、果たしてそれは まっすぐボールを飛ぶ感覚と直結している。要するに結果的にボールがまっすぐ飛ぶ動作とまっすぐ打つ感覚というのは一緒なのかということなんですが、それが一緒じゃないよということです。じゃあなぜ一緒じゃないかということなんですが、ボールがターゲットの方にまっすぐ飛ぶかどうかというのは、クラブヘッドが内側から降りてきて内側に振り抜かれた状態で、そしてクラブフェースがターゲットの方に向いて当たった時になります。 その時にターゲットの方に飛んでいくわけですが、当たる瞬間というのはスクエアといって、その直角の状態で捉えるわけですが、それ当たる瞬間なんですよね。そしてこのクラブヘッドの動作も今インサイドイン、内側から来て内側に振り抜かれると言いましたが、これ直線ではないので、弧を描いてるんですね。円を描いてます。なので、ターゲットの方向にボールを打ち出していく際に、クラブヘッドが 真後ろからまっすぐ進んできて、まっすぐ当たって、まっすぐ振り抜かれていくんだったら、それはおよそまっすぐ飛ぶでしょう。という話なんですが、円を描いてますので、クラブヘッドがここからこう降りてきてる。この降りてきてるこの向きというのは、ボールを打ちたい方向と全然違いますよね。当たる瞬間には確かに打つ方向に一瞬向くと思いますが、そこに向かっていく過程のクラブヘッドの動きというのは、 ターゲットの方向に全然向いてないんですよ。それは円を描いてるから。直線じゃないから。回ってるっていうところ。この認識をしっかり持ってほしいんですね。そうすると、このクラブヘッドが動いてる方向というのは、ターゲットに対して外向きにクラブヘッドが動いてるはずです。たまたま当たる瞬間にまっすぐにこう変わって、さらに内側になるだけで、この辺では外に向かって進んでますので、このボールを 少し外に向かって打っていく感覚になっている時に、ボールはまっすぐ飛びます。ですから、アウトサイドインの人が多いというのは、ボールをまっすぐ打とうとして、クラブをまっすぐ入れようとしているからそうなるんですね。まっすぐ入れようとしてはいけないんです。円を描いてますので、直線じゃないというところです、うん、これ強調しています。直線じゃない円です。円を描いてますので、それはクラブがボールに対して、 外に向かってる状態。なので、ターゲットよりも右に向かって一見打ってしまうような感じで、こう降りてくる、えー、そして、その感触で打ってみると、あれ意外といかないなってことです。それは当たる瞬間にまっすぐに戻ってるから。その瞬間なんですね。その直前でもまだ違うんです。本当に瞬間にまっすぐになってるだけなんですね。えー、ですから、それはもう当たった時の瞬間ですから、スイングとしてはたった一瞬なので、 全体のこの動作を感じてるわけですから、全体の動作、この辺のここからこう降りてくるところのクラブヘッドの動作というのはターゲットの右に向かって打っちゃうような、そんな感覚なんですね。そうすると、クラブヘッドっていうのは適正の位置でボールを捉え、まっすぐボールを打ち抜くことができるということです。で、これは知識として、こういう感覚で打った時にボールはまっすぐ飛んでいくということを分かってるだけで、それは感覚的にこれをまっすぐ打っているっていうふうに、ある意味感じてないんですね。 また感じてない。全く、うん、ほぼほぼ感じてないんですね。えー、クラブヘッドが、あ内側から降りてきてんな。えーなんか、なんだか外に向かって振り抜かれるような感じになるな。でも、当たる瞬間、ボールを捉える瞬間は、えー、ちょうどまっすぐの状態、えー、ターゲットラインに対して接する状態になってくれるなということを知識として知ってる。えー、ですから、それを、ね、えー、自信を持ってあ、勇気を持って、えー、これは間違いないと思いながら、クラブヘッドを、 下ろしてて打っていくことととができるというここになります、えー、こんな風に、ボールをまっすぐ打ちたい場合は、ま、えー、っすぐ打ちたいという感覚になっていてはいけないということです。えー、これまっすぐ飛ばないんじゃないかという感覚になっていたら、それは正しいということになります。えー、ただその結果としてボールがまっすぐ飛んだのであれば、えー、それが実際にまっすぐ打つ時の動作であり、えー、ボールがまっすぐ飛ぶ ための感覚であるということになりますので、え、ぜひ、この、実際の動きと、自分の思い、そして感覚、え、というのは、ずれがあるんだよ。で、これは必ずあります。ね、必ずあるというところを、ぜひ皆さんは理解してやってみてください。え、なんとなくそういう人もいればそうじゃない人もいるということはありません。全員一律です。ただ、知識としてそういう意識はなくなったよという人はいますので、 それはそれでいいのかなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。